ハイラム・ビンガムハイラム・ビンガム三世はアメリカの探検家、政治家。1911年ペルーのマチュピチュ遺跡の発見者。ビンガムはハワイ王国時代のハーエのホノルルに生まれた。彼は1650年にコネチカットをアメリカ領に指統治したトーマス・ビンガムの末裔であった。彼の祖父ハイラム・ビンガムはまたハワイで最初のプロテスタント宣教師であった。 1892年までの10年間、オアフカレッジに学び、その後、マサチューセッツ州のアンドーバーにあるフィリップスアカデミーで学んだ。イエール大学、カリフォルニア大学バークレーにも学び。1905年に歴史学と政治学でハーバード大学の学位を取得した。1907年にイエール大学で南アメリカの歴史を教える講師となる。1908年、 サンティアゴで開催された全米科学者会議に代表として出席。そのキロで古いスペイン貿易ルートを探検し、ペルーに立ち寄る。そこでオリアンタイタンボというインカ時代の都市を見学して強い、興味を覚える。1911年、イエール大学ペルー探検会を組織して、ペルーへ入る。そして同年の7月24日、マチュピチュを発見。 1912年と1915年にもイエール大学及びナショナルジオグラフィこの調査はナショナルジオグラフィック氏が1913年4月号のすべてをマチュピチュ特集にしたことで有名になった。第一次世界大戦が始まると考古学者の道から軍人へと転校することを決める。1916年からコネチカット州の州兵の大佐を務める。 1917年にはパイロットの資格を得てアメリカ陸軍航空隊学校の運営に関わる。その後、フランスで航空学校で指揮官を務める。1922年から2年間コネチカット州の副知事を務める。1924年にはコネチカット州知事に当選を果たす。同年の12月16日には上院議員に当選。 1933年上院議員選挙で民主党の候補者に敗れてしまう。第二次世界大戦中はいくつかの海軍の訓練施設で抗議を行った。1951年から1953年までは国家公務員任用委員会の給与策定委員会の議長を務める。また、電気の執筆やいくつかの会社の経営に携わる、などの生活を送った。 1956年6月6日、ビンガムはワシントン DC の自宅で死去した。ありがとうございます。